マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエット中、おやつは我慢しているけれども、ついつい反動で結局食べてはリバウンドなんてことないですか？そこで今回この動画ではマイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私がおすすめするダイエット中におすすめのおやつがわかるんです。ダイエット中でもおやつ食べたいですよね。その気持ちよくわかります。なのであなたがもしダイエット中にねおやつを食べながら健康で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。ダイエットにおすすめ痩せるおやつトップ3お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのおやつで痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、痩せるおやつトップ3ということで、今回はランキング形式でお話します。では1つ目の項目です。なぜこのおやつを食べると痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントが3つあります。1つ目、あなたの腸内環境を整えてくれる材料でできているからなんですね。これとっても大事ですよ。健康的で綺麗に痩せるためには腸がピッカピカじゃないと絶対に痩せることはできないんですね。なぜか、それは根本的な痩せ体質になっていないから。たとえその時痩せたとしても結局待ってるのはリバウンドなんて嫌ですよね。ですから私とご一緒にとにかく腸内環境を整えて、もうピッカピカに整えていきましょう。では2つ目のポイントはこちらです。このおやつは栄養価が高いです。痩せたいなら栄養を取る必要がありますよ。もしこればっかり食べてるとかね、お野菜ばっかりとか、そういった極端ダイエットしてる方はもう絶対に痩せることができません。そもそも栄養不足なんですね。栄養が取れていないイコール痩せるためのホルモンを作れないということになります。食べても食べても消化吸収できない、そんな方はですね、もうまずは不健康ですし、痩せたとしても見た目もね、肌もガサガサ、髪の毛パサパサ、ボロボロ、そんなダイエットしたくないですよね。ですからここでもしっかりおやつであっても栄養をしっかり取れるようなおやつを選んでいます。では3つ目、無添加です。もうこれすっごく大事、もう絶対に絶対に無添加ですよ。なぜかというと、痩せますよっていろいろ歌ってある食材、おやつ、飲み物いっぱいあるけれども、よく原材料見てみてくださいね。私たち消費者が賢くならないと、こんなものが入ってるのに痩せるなんて言われて食べてやって、結局はです、痩せません。ですから後ほどこの後、じゃあどんな添加物気をつけたらいいのってお話をしてランキングに入っていきます。はい、ここでぜひ知っていただきたい食品添加物の怖いお話聞いてください。食品添加物、もうとにかくあなたの腸とか肝臓とかダイエットにもう本当に欠かせない大事な大事な臓器がもう全然動かなくなってしまいます。めちゃくちゃ負担がかかるんですね。なので添加物を取り続ける限り、この臓器が疲弊してしまって、結果消化吸収できずに栄養不足にあなたは陥ってしまって太るという、この悪いサイクルへと入ってしまうんです。ではここでは主に気をつけていただきたい添加物ワースト1、2ということで、1つ目、化学調味料です。もうめちゃくちゃ入ってます、いろんなものに、まあ、おやつもそう、調味料もそうですよ。ソース系とかね、もうほとんどのものに入ってるんです、残念ながら。で、なんて書いてあるか、こちら調味料、カッコアミノ酸等といってグルタミン酸、ナトリウムのことなんですけれど もうこれが書いてあったらパッとね戻してください。そして人工甘味料、もうこれ甘さは砂糖の数百倍あるっていう、もうほんと不自然な甘みのものです。でもしあなたが例えばおやつ食べるときにね、カロリーゼロ、糖質ゼロ、これはいいよって書いてあるものが実は太るおやつです。そういったものを食べてしまうと、あなたの味覚がおかしくなってしまって、結果味覚異常になって、あなたはいつまでたっても甘いものがやめられない、止まらないっていう、そういったもう負のスパイラルどんどん入ってしまいますから、ぜひこういったおやつもカットしましょう。まあとは言ってもですね、じゃあどんなものに気をつけたらいいのって思いませんか。まずはこういった、見てください、注意トップ5ね。
もうよくわからないカタカナで書いてあるもの、自然界にはないもの、そういったものがもしあなたが手に取ったその食べ物にね、原材料に入っていたら、あ、これだなって戻しましょうね。あとご紹介します。サッカリン、スクラロース、アセスルファムカリウム、もしくはアセスルファム K とか書いてありますよね。でアスパルテームとかネオテーム、まあ、こういったカタカナ表記でなんだこりゃっていうねものを、まあ、ちょっとよく注意していただいて、分からなければググったりとかね、しっかり確認してこういった添加物が入っていないものを選びましょう。そしてこの2022年4月からこういった添加物の表記の法改定があったんですね。簡単に言うと、今までメーカーさんが無添加ですよ、オーガニックですよって書いていたものが簡単に書けなくなったわけです。めちゃくちゃ厳しく細かく書きましょうってなったんですね。まあ、こうなるとですね、法的にもしも一つでもね引っかかってしまったら、まあ、訴訟問題になりますから、まあ、メーカー側としてはなかなかそういったねものを書かなくなる傾向になるんではないかって懸念されてるんですね。でも私はこれを聞いた時に大丈夫って思いました。要するに私たち消費者が賢くなればいいんですよ。ちゃんと面倒だけども、こういった原材料名をちゃんとチェックすれば入ってるものは載ってますから大丈夫です。ですからしっかりとね、今まで通り原材料名をチェックして、大丈夫かな、入ってないかなって確認して、入ってたら棚に戻す、まあ、これをね繰り返してほしいなって思います。ではお待たせしました。ここから2つ目の項目です。ダイエット中におすすめの痩せるおやつトップ3、ランキング形式でお伝えしていきます。まず第3位はこちらです。はい、イオントップバリューグリーンアイシリーズの小魚せんべいになります。明板を使っていないんですね。で、小魚を練り込んだ生地を煮干し、かつお節などの出汁で味付けしてくださってて、化学調味料は一切使ってないっていうおせんべいになります。で、こちら1袋 35g あたり、エネルギー 153kcal、 タンパク質が 0.9g、 脂質が 4.3g、 糖質 27.5g、 食物繊維が 0.3g 入っています。で、裏のこういったね原材料名をちゃんと見ていきましょう。全く添加物入っていない製品になりまして、こちらナックスシリーズ109って書いてあるんですけれども、こちらですね、トップバリューグリーンアイの、この食品っていうのは、この QR コードを読み取っていただきますと、細かくどんな添加物が入っていないのかっていうのがですね、リストとして閲覧できるようになってます。私も見ました、すごかったです。ぜひね、こちら QR コードもかざしてチェックされてもいいと思います。では早速いただきます。これはね、よくおせんべい系って、見てください皆さん、もう必ずと言っていいほど調味料かっこアミノ酸等ってね書いてるものばっかり、もうそれがない方で探す方がもうほんと困難っていうぐらい入ってますよ。なのでもうそんなね、いちいち見なくても大丈夫です。もうこれを選んだら大丈夫ですからね。わあ、すごいパリパリいい音してます。で、1枚あたりこんな大きさです。ではいただきます。これ小魚がですね、カタクチイワシなんですね。もうこのイワシがまたね美味しいですよね。こちらイワシ、皆さん召し上がりますか？イワシ、なかなかねイワシ丸ごといいって分かってるけど、まあなかなか食卓出すの難しいっていう方もいらっしゃると思うんですね。なのでこういったおやつで上手にイワシ食べちゃいましょう。なんといっても EPA DHA ですね、オメガ系のオイル取れますし、こういったのがですね腸内環境、まあ、要は腸の炎症をね抑えてくれたり環境良くしてくれるっていうのがこの EPA DHA なんですよね。で、またイワシは良質なタンパク質豊富ですよね。そして中性脂肪も抑えてくれたりとか、まあ、なんといってもカルシウム、ダイエットにカルシウムは大事ですよ。もうとにかくカルシウムです。ですからこのおせんべいを食べることでこういった栄養素も取れてしまいますってことですね。ただめちゃくちゃね美味しいんですよ。やめられない止まらない系の味なので、一度に一袋は多すぎです。やっぱりね 2,3 回に分けて召し上がってくださいね。
では第2位はこちらです。じゃん、はい、こちらもトップバリューのプルーンの種抜きになります。カリフォルニア産のプルーンを柔らかな食感に仕上げました。果肉が厚くジューシーな味わいが楽しめます。ということでこちらですね、 100g あたりエネルギー 243kcal、 タンパク質 2.1g、 脂質 0.2g、 糖質 55.1g、 食物繊維がめちゃくちゃ豊富、 6.3g 取れます。でこちら開封後はね、冷蔵保存でお願いしますということです。でこれプルーンを選ぶポイントなんですけども、皆さんプルーンだけでできているものを選びましょうね。よくプルーンとそのオイルコーティングしてあるっていうね、余計なものがありますから、必ずオイルコーティングなしの上質のプルーンを使った、もう原材料がプルーンだけっていうのをね、選んでください。でもプルーンといえばとにかく腸内環境がめちゃくちゃ整いますよね。なぜかというと水溶性と不溶性2種類の食物繊維が同時に取れてしまうからなんです。でまたね、もう太るもと、まあ、デブ菌ですよね、まあ、そういったね、まあ、影響を受ける悪玉コレステロールも減らすことができますし、プルーンはね血行も良くなりますよ。そしてね、便秘改善にももちろん OK ということで、ぜひこちらおやつにね、ちょっと甘いもの欲しいなって思うときはチョコレートではなくて、こういった天然のドライフルーツ選んでみてください。ではいただきます。これね、もうあの袋触ったら分かるんですよね。オイルコーティングしてるプルーンはあの硬いです。でもこれはねめちゃくちゃソフト、しかも大粒、すっごい大きいです。こんなに大きいです。では一口で食べます。いただきます。もう果肉がもう本当に肉厚で柔らかくてすごく美味しいです。やっぱりね、ドライフルーツでは元々ね生の状態があったわけですね。プルーンだって生結構大きいですよね。それがこんなにちっちゃくなってしまうということは、まあ、逆に言うとね、食べやすい分食べ過ぎちゃうっていう。ですからプルーンも一度にもう何粒も召し上がるってよりは、ちょっとね小腹空いたなんて時に1粒とか2粒とか、これはプルーンを食べるわけですからね、だいたい2、3個までに抑えておくと良いと思います。では堂々の第1位はこちらです。じゃん、トップバリューのしっとり干し芋スティックタイプになります。こちら柔らかく食べやすいスティックタイプの干し芋です。ということで1袋 55g あたりエネルギー 143kcal、 タンパク質も取れますね 2.4g、 脂質がたったの 0.3g、 糖質 31.2g、 食物繊維も豊富で 3.1g 取れちゃいます。でこちら原材料名はもちろんさつまいものみでできています。でこのさつまいもはですね、もう私別の動画でもさつまいもダイエットっていうことで詳しくお伝えしますから、ぜひこの動画ご覧になった後、そのさつまいもダイエットの方も詳しく知りたいなっていう方はご覧ください。でさつまいもはね、もうこれももうとにかく腸内環境が整う食材ですよね。そして食物繊維が豊富、そしてねさつまいもってすごいんですよ、脂肪の蓄積も抑えてくれる効果もありますし、あったかい加熱したさつまいもって結構太りやすいんですが、一旦加熱した後冷ましたさつまいもっていうのはダイエット効果が高いですね、まあ、詳しくは別動画ででした。そしてあなたの暴走する食欲も抑えてくれる効果もありますし、太るもと血糖値の急上昇もぐっと抑えてくれますから、脂肪を溜め込みにくくしてくれるんです。では早速こちらもいただきます。ということで失礼しますね。さあどうかな。わあ、開けた途端めちゃくちゃいい香りがします。しかもほんと食べやすいスティック状になってまして、私のこの袋で5本入ってます。いただきます。うわ
ちゃ美味しかったです。あのしっとりなんですけれども、あの中がねちょっとホクホクが残っていて、まさにあの焼き芋食べてるみたいな、美味しさでしたよ。おすすめです。これもね、そうですね、せめて2回ぐらいに分けて召し上がっていただくといいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット中におすすめの腸を整える健康的な美味しいおやつをご紹介しました。私も大好きで、上手にね量を守りながら食べています。あなたもぜひね、お近くで購入してみてくださいね。今回の動画は以上になります。このお話役に立ったなって思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またご感想などコメントいただけますと、もとっても励みになっております。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。